生点僕はですね、まだ大久保に住んでいた頃なので、もう10年ぐらい前になるんですけど、もしかしたら他の番組で行ったかもしれないんだけど、あの夜中の3時ぐらいにコンビニに行ったのね。はいはいはい。したら、白人の女性の方、はい、まあ外国の方ですよね。はい。に声をかけられまして。おお、はい。お兄さん、すいません。なんとかマンションどこですか？で、本当にこういう片言の日本語で話しかけられて、え？なんとかマンション？確かこの通りを、遅い通りを入った先のマンションはそんな名前だった気がするなと思って、ああ、ここ、入ったところだと思いますよ。って言って、その場を立ち去ろうと思ったの。はい。そして、ああ、日本語ちょっとよくわからないんですよ。わかってるって言われて。そうだけどな。ああ、で、ああ、いや、で、ここを、って言って、その、ジェスチャーで。ジェスチャーで、ここを言って、っていうふうに。ああ、連れてってもらってもいいですかって言われて。ああ、まあ、いいですよ、と。この、とりあえず、ちょっとやっぱり怖いから、細い道に入って、あそこですよっていうふうに言おうと思った。はいはいはい。で、細い道に入った時に、あー、お兄さん、私のこと怖いですか？あ、いや、怖くないですから、行きましょう。って言って。あー、お兄さん、童貞？って言われて。あれ？こいつ今まで日本語わかんねえって言ってたのに、すげえ難しい日本語知ってると思って。そんな童貞ってメジャーな単語なの？メジャーな単語なの？いや、まあいいから、あっちですから、っていうふうに言おうと思った瞬間、振り向いたら、お兄さん、おっぱい舐めたくないですか？って言って、道端でおっぱい出してたの。で、うわっと思ったんだけど、ただ、それが、まあ、びっくりすることに、本当に、小さいおっぱいの方で、もう、胸痛みたいな感じだったんですよ。ただ、女性ですよ、やっぱり。まあ、その、豊満な肉体ではなかったわけですよ。で、あ、いや、僕、そういうつもりないんで、って言って、その場で、その女性のことを見限って、その道を引き返したのね。はい。したら、その女性なんて言ったと思う？何ですか？お兄さん、ホモでしょ！歩き方見ればわかります！ひどくないですか？歩き方見てわかるんだったら最初から声かけなければいいでしょうと思って。確かに。僕はもうその言葉を背中にこう投げかけられた瞬間にちょっとガニ股で歩いたもん。男らしく歩こうと思って。っていうことがありました。ちょっとびっくりしたんですけど。だから怖いなと思って。おっぱいごっこしかりね。その女性が何が目的だったかわかりませんけれども、もう本当に、もう結構僕忘れっぽいんですけど、その出来事は本当に忘れられずにですね。それ忘れられない。それは忘れられないですよ。お兄さん、おっぱい舐めたくないですか？って言われたんだもん。なんで揉むとかじゃなくて舐めるなの。今考えるとね。その後の、お兄さん、ホモでしょ！歩き方見ればわかりますって言われた時にもう、ファーって思ったもんね。何が目的だったんだろうね。